はい、どうも、星谷です。今回は、星谷のデバイス紹介をしていきたいと思います。まずはキーボードなんですけど、これは、スチールシリーズの、Apex Pro 10キーですって言って、10キーがない方のキーボードです。これは、反応速度が世界で一番速いキーボードで、僕は一番使いやすいと思います。まあ、あんま使ってきてないんですけどね、いろんなキーボード。これはもう音も好きだし、反応速度も速いし、おすすめします。次、ゲーミングマウスなんですけど、G プロワイヤレス、ロジクールのマウスなんですけど、これは 85g だったかな。そのぐらい軽くて、まあこれよりも軽いのはあるんですけど、僕はこれがコンパクトで握りやすいなと思ったんで、これにしました。これはもう振りやすいですね。この Apex Pro TKL と G プロワイヤレスにした、もうアリーナポイントとかが倍ぐらいになってディビジョン10に行ったぐらいです。本当におすすめします。次モニターなんですけど、 LG ゲーミングモニター27インチの、これは店員さんに 240Hz 出るモニターありませんかって聞いたら、これをおすすめされました。 Hz っていうのは PC に例えると FPS ですね。これはソニーのコンデンサーマイクです。 ESM-PCV80U っていう、YouTube とか見てこれをおすすめしてたんで、これ曲がったりします。ちょっと硬いんですけど、ちゃんと固定もできます。あとこれ音質が良すぎて、このぐらい離さないとちょうどいい大きさになんないんですよ。そのぐらいいいマイクです。いろんな配信者さんも使ってると思います。次、マウスパッドなんですけど、これもこれと同じでスチールシリーズのマウスパッドなんですけど、一番大きいのが欲しくて、まあ、これを見つけました。滑りもいいと思います。あとは PC 本体なんですけど、これは G-Tune の PC ですね。昔はいい PC だったんですけど、今はまあ中くらいのなんですけど、僕は普通にこれでも満足して焼きます。いいと思います。あとヘッドホンなんですけど、これはロジクールの G933S で、これは無線で、今僕2階でゲームしてるんですけど、3階の部屋までは無線がつなげれますというか聞きます。とてもいいヘッドホンだと思います。次はですね、愛用しているゲーミングチェアで、これも店でおすすめされていたゲーミングチェアで、柄とかも綺麗で汚れにくそうだったんでこれにしました。メーカーとかはよくわかんないんですけど、まあおすすめするゲーミングチェアです。さっき PC を紹介している時にちらっと映ったと思うんですけど、PS5 です。なんと抽選に当たりました。これは僕が使ってるわけじゃないんですけど、兄がこれでフォートナイトをしたりスパイダーマンとかをして遊んでます。一回やったんですけど、画質が良すぎてちょっと目にきました。慣れてないんで。こんな感じですかね。これでフォシアのデスク紹介を終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画で会いましょう。バイチャー。